はい、今日も皆さんと一緒に日本の社会を考えてまいりましょう。東京都議会議員の川松伸一郎です。2月4日今朝からですね、昨日の森喜朗会長の発言をめぐってテレビのメディア、 SNS 様々なところで大炎上しているわけですね。女性蔑視の発言ということになりました。実は私の悪口ばかり言ってるんだと、私がそのオリンピックやろうとしたらみんなが否定するんだというような、少しその森さんの中の精神的なね、悩みというか苦しみみたいなことを、今年に入って私動画で取り上げていましたけれども、その中で今回こういう女性蔑視の発言というのが出てきたわけです。実際には午後2時からの記者会見の中で発言を撤回、謝罪はされましたけれども、なんかその断片的に伝わる姿を見ていると、非常にこれ私自身は苦しいですね。森喜朗さん、ラグビー協会の、私からすれば大先輩として、ずっとやってきました。ですから森さんが言いたかったことはわかるんです。でもそこはフォローできないくらい、この女性蔑視発言が広がってしまったと。その場で解説をするなり、サポートすることが必要だったのかもしれません。で、他にもコロナがどんな形でもオリンピックはやるんだという発言も出てます。森さんの中ではこのコロナがの対応ですよね、コロナがどんなに蔓延していてもという意味で使ったのではなくて、いわゆる観客の数、100% なのか 50% なのか無観客なのかとか、いろんな議論がありますけれども、そういう形であれ、もともとは完璧な形というね、発言がずっと森さんもされていたので、完璧な形でのオリンピックというようなものに対しての大義語として、どんな形でもと伝わったわけですけど、伝えたかったんだと思いますけれども、周りの方にも確認しました。ところがやはりそういう発言をめぐって、論文の淳さんが聖火リレーのランナーを辞退するとか、もう一気にですね、思ってる以上に、オリンピック関係者が思ってる以上に、この一日大きな動きになったと思います。ただ批判は簡単です。私もその女性蔑視と捉えられる、ね、発言というのはあってはならないと思いますし、ましてやオリンピックというのは過去に東京都のおける会議、あるいはオリンピックの関係の中でも男女の差別なくということを私何度も伝えてきたんです。ですからそれはリオデジャネイロオリンピックに行った時も、そのトランスジェンダーの皆さんにも配慮したオリンピックの運営のあり方、あるいはそのオリンピックの大会のバッジを作ったところ、過去私ブログにも入れてますけれども、こういうものを目指して東京で本当にみんなが平等に、そしてみんなが感動できる大会を作ってこようと言ってきた私からすると、やはりこの発言はもちろん聞いたらね、ああなんでそういうことを言うんだろうなと思います。ただ森会長の前文の話を聞いてみれば、結構納得できるところというか、いわゆる話をするときにやっぱりルールを作ってしっかりやっていこうと、このもうなぜ残念かというと、その前の話がですね、例えばいろんな皆さんもパーティーとかいろんな会合に行かれたりしたことあると思いますけれども、大臣という人がつくとなんか優先的に挨拶して、ああ大臣大臣って言ってみんなが待ってたりとかするのに、大臣が話して帰ってくるような場面あったと思うんですけど、そんなのもおかしくないかと。そしてなんか一人だけ喋りたい人がいっぱいいるんだっていてね、だら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 する会議よりは、やはりこう一人何分とか区切ってしっかりと意見を交換をしていくということが大事なんじゃないかというような問題提起をしている中で、いやラグビー協会の話なんだけどみたいなことで言ってしまったので、この会話は必要なかったのかなと思います。ただし森会長が今までオリンピックの開催に向けてやられてきた功績というのは大きいというふうに私は思ってますし、その一方で森さんの年齢を考えるとですね、昭和35年大学卒業の代なんですよね。昭和35年で、その時に森さんと一緒に過ごしてきた世代の人たちは、確かにその女性の社会進出、男女共同参画という考え方はまだなかった時代で、当時森さんと一緒にやってきた女性の政治家だったり、あるいは企業人もいたと思いますけれども、そういう人たちはもう激しかったんだと思うんですよね。そういう時代に女性で活躍するって並大抵のことじゃないと思います。ただ逆に言うと、私はその後はるかにね、40年以上の後輩になりますけれども、私の時代になれば
まあその女性が社会進出している、女性がまあ一線級で働いているというのは別に当たり前の時代です。まあ今よりも確かに閉塞感というか、ちょっと前時代的なところもありましたけれども、当たり前の時代できたので、まあ森さんのような感覚はまあないままね、今まで来られたわけですけれども、まあとにかくこういう発言をしてしまったことによって、日本中世界中からまあオリンピックの会長として、まあこの森喜朗さん本当にいいのか、まあそういう声が上がってきてますし、もう次から次へとこの話題ですよね。今日も都庁で会議をしました。その後、まあ、あのマスコミの皆さんと話をしてきたり、あるいは官僚の皆さんと話をしてきましたけれども、いや森さんああいうことなんで言っちゃったんだろうって、いやでも森さんがいなかったらって、まあ、そんな話をずっと続けてきたわけです。で、私はこの動画で皆さんに何をお伝えしたいかというと、今のオリンピックはですね、まあ、このコロナ禍においてコロナが蔓延している、そして海外からウイルスが入ってくるというふうに怖い、だから中止にするべきだという方のグループ、そしてあともう一点はもう延期でいいんじゃないのというふうに、まあ去年もなったんだけれども、結果延期したことによってお金かかるじゃないかと、今やめちゃってもうオリンピックやめてもうかかる経費はそんなね無駄遣いするのやめようよという、まあこういう2つの声を私はまあ中止すべきだという方から聞くわけですね。で、後者の件に関しては今いろいろと調べてるんですけど、実は今この瞬間にオリンピックやりませんと決めるといろんな弊害が出てきて、まあその例えば何千億数千億の単位で東京が実は入ってくるお金が入ってこないなんていうことも考えられるわけです。でも一方でそういう収入を見込んでですね、あの建物を建ててきたとか仮設の整備をしてきた、でそういう入りは入ってこなくても出はもう決まっちゃってるような状態もあって、もちろん大会がなければいろいろと削れる経費もあるかもしれませんけれども、どう見てもやはりやらないことによって東京都の財政の負担が大きくなるということも実は見ていかなければいけない視点なんじゃないかなと私は思ってるんです。まあ、折しも2月5日東京都議会では金曜日ですね、オリンピックの特別委員会が開かれて、私も自民党を代表して質疑に立つ予定だった中に、こうして森会長の発言が出てきたということは、まあ、非常にこの委員会の中の議論どうなるか大変複雑なものになるかと思います。今日も国会審議の中で森会長について、菅総理どう思ってるんですか、内閣として橋本オリンピック担当大臣どう思ってるんですか、まあ、そういうような質問もありました。今あの大切なことはやはりあのオリンピックのこういう大会整備も大事ですけれども、やはり何を言ってもコロナ対策、医療体制、そして経済の体制、ここに全集中していくべきなことなのに、本来であればやらなくてもいい議論、やらなくてもいい審議時間がここで使われてしまうというのは、私は非常に悔しい思いをしています。ですので、まあ、この先、まあ、この森会長の発言というのは、まあ、IOC の関係者がどう評価され、そして組織委員会の皆さん、周りにいる皆さんもかなり今回に関しては危機感を持ってますし、ちょっと今まで、まあ、森さんって今までいろんな発言をされてきました、ね、でそういうものに対して、いろんなフォローは皆さんしてきたわけだけれども、今回はバッチリいろんなところで流れてしまっているので、どこまでフォローできるのかなというふうにざわざわした感じがあります。ただやはり忘れてはいけないのは、あの今の時代、令和の時代とあの森さんが生きてきた時代は違うんだけれども、森喜朗という人物があのいかにね、あの最終局面において今オリンピック の, そのお金の問題、費用の問題、東京都の財政とかに出てきた時に、まあ、党にも国にも、あるいは世界各国にも対等にしっかりと勝負できるのは森喜朗さんであるということで会長を今まで務めてこられたわけです。去年、一昨年かラグビーのワールドカップ2019日本大会がありましたけれども、この大会の招致から、そして開催実現まで、そして運営の成功まで森喜朗さんという方がいなければできなかった。だからそのいろんなその皆さん方、見てる皆さん方はプラスもマイナスもいろんな評価がありますけれども、総合的に東京にとって日本にとって何が一番いいのかという判断をしていかなければなりませんが、少なくとも東京の印象が、オリンピックの印象が今回の発言によってさらに悪くなってしまっているということは間違いないので、私自身もそのことをしっかりと胸に刻みながら、まあ、今後
オリンピックの委員会等々で、質疑そして発言をしていきたいと思います。今日は最後までお付き合いいただいてありがとうございました。